ストプリゲーム実況世界に降り立ちまして、はい、見てください、この後ろのだるま。今回なんですけども、僕らで、はい、だるまさんが転んだ遊んでいきたいと思います。マジかー。だるまさんが転んだって言い終わった後に動いてると負けちゃうゲームなんですけども、うんうんうん、今回やるだるまさん転んだら動いたら死にます。殺されてしまうと命をかけただるま。危ないよそんなの。いや危ないとかじゃない、死んじゃうの。やめようやめようやめよう、怖いから。危ないからやめよう。平和に行こう。というわけでルールなんですけど、はいはいはい、まあ、今から僕たちはですね、とあるステージに閉じ込められます、はいはいはい、なるほど。そこには、まあ、この画面に映ってるだるまみたいなやつがいて、はい、要はこのだるまに見られてる時に自分たちが動いたら一瞬で殺されてしまうと。でそのステージから出るには、ところどころにチェストが置いてあって、まあ、ポーション、回復アイテム、武器とかいろんなアイテムが出るんだけど、このお札のかけらっていうものを、はいはい、このチェストから3枚集めるとお札になります。なるほどね、なるほどね。このお札をいち早く作って、ステージのどこかに配置されてるこのだるま像、はいはい、このだるま像にそのお札を貼り付けると脱出できます。なるほど、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 はい、ただ皆さん注意が必要です。このだるま像2種類あって、ほとんどがもう封印されてるハズレです。あ、右がもう封印されてるのね。そうなんですよ。そういう違いか、なるほどね。なんでランダムに配置されてるこの封印されてないだるま像を俺たちが見つけてお札を貼るっていうのが今回のミッションです。了解でござるぞ、はい、それじゃあ早速やっていきますか。はいはい、これが本当のデスゲーム。もう見られてるもん、でかいやつ、あれが来るんでしょ。そうだよ、もうちょっと待って。あんなでかいな、来ないだろ絶対。あんなでかくて、お前あのサイズだったらどこにいても見つかるわ。はい、来た。なんだこいつ。始まった。来た、逃げろ。死にたくない。来た。死にたくないよ。お札探して、お札。ちょっとみんなで移動しない、怖いよ。お札探すのね、お札探すのね。だるまのでかいやつじゃないよね、本当に。あいつが動くとかじゃないよね。あいつが動いたらやばいだろ、だとしたら誰も生き残れないって。こういうお家の中とかにあるんじゃない。ありそう。あるんじゃない。ありそうだよ。ありそう。あ、ボックス、これだ、これ。ボックスがある。見て。はい。あっ、あった。なんか、やばそうなのある。あー、これだ。あー、はいはいはい。お札貼られてるけど、貼られてないだるまがいて、それにお札を。やばい。みんな、止まって。やばい。え、閉めた。マジ動くない、ほんと。動いちゃダメ、動いちゃダメ。閉めただろ、絶対。どこにいるの。わかんない。大丈夫っしょ、もう。ね、やめて。え、今瞬間行った。なんか瞬間移動してきた。やねー。あ、待って、だるま近い。だるまめっちゃ近い。え、家の中にいない今。なんで亡くなれたんだよ、なんで。さあ、ダメかよ。俺、追われてる今。ドラマで言ったら僕が最初に死ぬはずだったのに。さとみくんが追われてしまった。いや、生きてる。あ、まだ大丈夫。追われてない。どこいる。しくじったか。おい、だましいな。裏切り者だ、あいつ。悪役側、あいつ。あいつが連れてきたまであるな、あれ。やり損ねたようだな。見てほら、見てこれ。お札だよ、お札。お札だよ。お札。で、じゃあ、あと1個ってこと。あと1個ゲットしたらもう来るよ。これ危ないから僕が預かっとくよ。え、ちょっと待って、危ない。これは僕が預かっとく。絶対にあいつにだけ預ける。預かっとく、預かっとく。大丈夫なの、これ。これはだるま様に寄付をしないと。あいつ、どっち側だよ、あいつ。だるま様に。やばい、来たよ、やばい。待って。まずいよ。いる？動かないで、コロちゃん。あい、チキン。あ、チキン。おい、いた。え、やばい。あ、いた。あんなとこにいた。さとみくん、バチバチ動いてる。あー、さとみくん。ねえ、今だるまさんが転んだっても出てなかったじゃん、今。まずは一人。やったぜ。うわ、こいつ。やった、これでお札手に入れた。ナイス。これを、それを何、どっかに貼りに行くんだ。じゃあどこだ。あ、やばい、怖い、夜になってる。やばい、え、これモンスターとか湧いてくる。やばい、やばい、やばい。動かないで。怖っ。だるま様、どこにいるの。だるま様はどこにいるんですか。仲間なの、だるま様と。だるま様。だるま様、やめてください。だるま様、私は仲間なんです。仲間です。やばいって。あー、だるま様。やばって。あー、だるま様。
だ、僕らも今やられるの。どうしよう、コロちゃん。なんでコロ生きてんの。おかしいってこんなの。なんでなの。おかしい。だるま様は正義。正義。だるま様を正義って言って死んだんだけど、ね、あいつおかしい人いるって。自殺したぞあいつ。どういうこと、どうして何が起こってるのここで。どこだるま。掲げるだけ掲げるだけ。いやそれを探さないといけないよ。やばい来た、やばい、ちょっと待って、めっちゃ近い。ゾンビいる、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 ゾンビやられたら、やばいやばい、ゾンビいる、ふざけんなって、ゾンビが。だお前の裏切りのせいだろ、大体は。お前のせいだろうが今。俺は心を改める。よし、お前ら行くぞ。あいつ信じらんねえ、あいつ信じらんねえ。次はねえからな、お前。別行動しよう、ちょっともう。コロちゃんから離れよ。信じてくれよ。あいつ裏切り者や、あいつ。信じてくれって、僕だよ。もう一人で行って、一人で行って、もう。僕だって。絶対裏切り者。もう怖いや、あいつ。強いもんだって、だるまさんは正義って言って消えてったもん、あいつ。そうそうそう。改心したんだって。僕だ持ってきてくれたら信じるよ、僕だ。ああ、そうだね。僕だのかけら一枚持ってきてくれたらもう信じる。それはそう。あいつらめ、すぐ引っかかりやがるね。まだ騙し続けるつもりなの。やっぱ悪役なんだあいつ。騙せてると思ってんのが腹立つわ。俺たちのこと。あ、オフだった、オフだった。え、やっぱあいつやっぱ手先だよ。オフだった、オフだった。こんなに早く見つけられるわけがないわ。本当にある。教えられてるんでしょ、そうやって。オフだが、あ、今だるまさん。ストップ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 。はいはい、動いちゃダメ。絶対動かない。誰かが殴られ始めてから動いた方がいいな、これ。あ、でもいない。あ、いる。なんかリヌ君、リールくんが。そうだ、裏切り者、やばいもの持ってるからみんな気をつけて。いやいや、剣倒せないから。剣倒せないから。コロナ禍動けなくするアイテムないの、貼り付けとく。やめろやめろ。ステージの真ん中とかに貼り付けとこう。ゾンビ対策だって、これは。あ、待って、なんか敵いる敵いる。あ、やばい、俺死んだんだこれ。え、なんだここ。死んだこんな。あ、こんな死んだ。サトネ君、頑張って。あ、無理、無理、無理。あ、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 ねえ、ちょっと。あんな普通のやつもいるんだもん。あ、だるまさん、やばい、だるまさんが。だるまさん、いない、ごめんなさい、だるまさん。やれ、あいつやるんだ。あれ、こいつだるまさんが勝ってる。コロンがだるまに反抗してた今。だから言ったじゃん、味方なんて。だるまって戦えるの、それ。抗えるの、それ。分かんない、勝てなかった、食らわなかったわ。あいつ一生懸命頑張ってたの。どういうこと。弓で遠距離から撃ったらいけんじゃないね。いけるかもね。いや無理だ。 あ、来た。どこだ。普通に歩いてる、お前。だるま、だるまさんの趣旨間違えてるぞ。上か下か右か左。え、あ、そ、あ、そこで僕死んだからね。どこだ。強すぎ。え、無理んだけど。どこもなく倒されるもんだって。勝てないんだって、だるまさんには。はい、次次。ガチガチガチ、これガチガチガチ。あ、じゃあもうちょっと本番、本気でいい、本気で。はい、まずもう本当にみんな死なないで、本当に死なないで。これ、これ死んじゃった人、次ご飯おごりね。あー、そうね。おまかして、おまかして。マジで本当に一人で全部おごってもらうから。ガチでいくわ。じゃあまさか死ぬやつなんかおらん。さすがに死ぬやつおらん。あ、死ぬ死ぬ死ぬ、普通に死ぬ。なんかさとみくん、さとみくんなんか抑えだね。あれ、いや俺まだ死なないように、おごりだけは、おごりだけは避けれる。なんかベージュコーデ、なんとかおごりだけは避ける。あ、やばい、やばい、動く。あ、僕だ、僕だ。離れろよ。こっちでーす。ごちそうさまでーす。なのね、こい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 。え、大丈夫だよ、あのカードだけ置いてくれたらいいから。ご飯食べない。僕だるま側だから。うん、だるま側、だるま側。だるま側ってなんだよ。なんで裏切り者が。待って待って、あった、あった。え、嘘、あった、お札貼られてないやつ。ナイス。お札を探すのみ。そう、お札探すのみ。一番下の階にある。のろし立てといたからさ。うん、これあのだるまの場所ね。あ、天才か。天才すぎ。やばい、来た。あ、俺の場所やばいかも。あ、僕、あ、え、え、
あ、ルートまた。これ難しい、判定が難しいよな。今ほんと一瞬過ぎた。探せ探せ、一番下の階ね。全然見つかんね。上にあんのかな。誰か死んだのろしある、これ1個、2個、僕1個持ってたよ。オッケー、これルートの下がいしがいた。じゃああと1個だ、リーナーと1個。 あと1個、下がり1個。でもなんか2個足いてない？そんなことない。あ、でも1個多分あれだ、残りがだね、あれ。あ、来た。やばい、待って待って、2人ともガチやばい、ガチやばい。同じところにいる。あ、めっちゃ目の前にいるよ。ほんとだ、めっちゃ見てる。オスナ、リーヌ絶対に動くな。やばい、死ぬ。どこだ？死ぬ。リーヌもしかしたらダルマさんと同じ色だから仲間だと思われてる。あ、そういうこと。裏切り者？裏切り者ってこと？誰が裏切り者だよ。夜になっちゃう。ん？どこにあるんだ？やばい。ここ入ったよ。スケルトンが、スケルトンがやばいよ。どこかに、どこかにないかな。見つけてくれ。あと1個でいいな、あと1個で。リーヌ後ろめっちゃスケルトン持ってるよ。あ、ないな。うん。リーヌめっちゃ追われてるモンスター。ほんとだー。退治しない、退治。全然関係ないし。あ、なんか仲間割れしてるスケルトンが。今のうちだ、今のうち。あった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 。ナイスナイスナイス。あ、やばい、ダルマさんが。苦しんだ、やばい。あ、やばい。あ、おや？あ、それはやばい。あ、待って、長くない？今回出てんの。長くない？え？え？あ、でももう消え、あれどうなんだろう。え、誰？もういなくなった？大丈夫。動いていい？これ夜になるとね、止まってるとモンスターが襲ってくるから難しいよね。いや、そう、外じゃダメ、ね、え、リーヌと下、下行こう、下行こう、下行こう。オッケー、頑張れ、頑張れ、急いで、もうちょっと。あ、馬だ、馬、馬、馬関係ないだろ。馬、馬乗ってさ、落下したらさ、馬、馬の足折れるだけで俺たちのダメで折れる。最悪だよ、馬はかわいそうだよ。いや、ゾンビがいる。やばい、それ、そこで止まったらまずいぞ、ゾンビが。こんな開けてる場所で。あ、やばい、そんな、あ、目の前、さとみくんの目の前、さとみくんの目の前にいる。待って、怖い怖い、ガチ怖い。やばいか、消えた。やばい、ゾンビ襲われたらまずい。あー、リル、やばい、リル、もうあの、俺あれ、どこにいる、あの、鏡、あの、最後のダルマの目の前で死んだから。やばいやばいやばい、クリパやばい。いやー、下だよ、下。リル、そこから行けそうじゃん。もうゴールに行くだけでクリアできるぞ。ジャンプ、ジャンプすれば、ジャンプで黒いところ。ああ、やばいやばいやばい。やめて、やめてください。やめて、もうゴミがいっぱい。なのか、封印ところがわからない。ごめん、ごめん。あった、いやー、やっと頑張れ、頑張れ、いける、これでゴールだ。やったいいね。いや、ナイス。いやー、これマジむずいな。まあでも多分だけどね、これ裏切り者がずっといたから難しかったんだと思うんだよね。誰が裏切り者？いたね、確かに。やられてしまったか、覚えとけよ、お前ら。こっちが頑張って今飛び降りようとして、飛び降りこっから飛び降りられないっていう。覚えとけよ、また次持ってくるからな。情けねえ。さらに強いダルマ持ってきてやるからな。マジかよ、まだいんのかよ。あいつ裏切り者め、ダルマ様、裏切り者が泣きついてるって。まんまと釣られてまた来やがったな、お前ら。表現した今。さらに強力な仲間と、さらに広大なマップを用意してきてやったぜ。おい、マジ誰も変わらない。悪いこいつ、本当に。なんで？今回は透明だるまという透明なだるまさんを用意いたしました。助けて、助けて。やばい！あー、めっちゃ襲われてる、めちゃめちゃ。うるさー！やばい！あー！貴様ら、惜しくもなかったぞ。うるせえよ。